ほんと久しぶりだよな。びっくりしたよ、突然連絡してきたからさ、うん、高校卒業して以来会ってねえの。え、今遠藤って何してんの。あ、俺、うん、いや、俺はさ、今職員がさ、卸の仕事してんだよ。みんな卸し、あ、よくわかんないけど、なんか意外だな。高校の時はさ、バンドやるって言ってたのに。いや、一時期ずっとやってたんだけどさ、うん、現実を知っちゃってさ、まあね、やってないんだよね。お前今何してんだよ。え、あ、俺はちょっとまあ、ビジネス。ビジネス、会社を作ったってこと。いや、そうじゃないんだよな。ところでさ、最近どう、仕事満足してる。もう、それなりにかな。俺はね、今の時代、それなりに仕事してるだけじゃダメだと思うんだよ。自分でビジネスを始めていかないと。世の中にはさ、もっと簡単に生活する方法があるんだよ。そうか、これだよ。ハム？これはただのハムじゃない、幸運を呼ぶハム。これをなるべくたくさんの人に紹介するの。多くの人に紹介すればするほど特典がもらえるんだよ。マジでまさかさ、知ってる？ハムウェイ。ハムウェイすごいだろ。紹介された人がまた新しい人を紹介して、枝分かれ式にどんどん仲間が増えていく。仲間が増えた分だけハムがもらえるんだよ。聞いたことあるやつと違うな。お金がもらえるとかじゃなくて。じゃあお金じゃないよ。それマルチ商法じゃん。おこれハムウェイ。仲間が増えてどんどん紹介すればするほどハムがもらえるんだよ。いや俺もさ、100人以上紹介してさ、今じゃ毎日もハムが届くんだよね。全然羨ましくねえけど。食うものにさえ困らなければ夢追えるだろう。お前にもさ、夢あったじゃん。俺はな、お前も仲間に入れたな。もういいって。お前何してんだよ。え、お前そんなことしたらな、友達いなくなるぞ。あ、いや、いやもういいわ、帰る。いやちょっと、おいおい、いやこの間は悪かったな。本当だよお前。うん、ちょっと俺もさ反省してさ、ハムウェイちょ抜けたから。当たり前だろお前。あ、でさ今日さ、実はちょっと紹介したい友達がいるのよ。で、ちょっと今もう向かってるから。友達もだけど、しっかりとした仕事つけってお前。な、俺ね、新しくちょっとビジネス始めた。まだえ、うん、あのね、いいのビジネスが。お前ガムウェイだろ。ガムウェイ。お前よくわかったな。え、もうガムを紹介したらたくさんもらえる。こうガムウェイ。ガムウェイじゃねえよ、何してんの。気持ち悪いな。ガムウェイ。おい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 、ガムウェイ、もう帰る帰る、もう帰るわ。一緒にやろう。やんねえよバカ野郎。ガムウェイ。ガムウェイじゃねえ、やんねえよ本当に。終わり、もう帰るわ。ちょっと待って待って待って、さっき言ってた友達もう来るからさ。もういいだろ友達とかよ。ちょっと待って待って。あ、はじめまして、島崎君の友達のゆうきと申します。ラムウェイですか。よくわかりましたね。紹介するほどラブ肉がもらえるラムウェイです。ラムウェイ。もういい、帰るわ。ちょっと待ってください、私の先輩がもうすぐ来るんですよ。先輩。やあ、
んだお前、お前何ウェイだ。紹介すればするほど野村監督の写真がもらえるノムウェイだ。ノムウェイ、なんだそれだお前、なんでもあったよ。もう帰れよお前ら、帰れよ。本当にごめん。俺らの友情ってこんなもんじゃないよな。何かに変えられるもんじゃないよな。本当、本当ごめん。まったく。これよ。え？これからの時代はこれだよ。そこら辺に売ってるリンゴを神が作った超奇跡のリンゴとしてネットで売り飛ばす転売ビジネスだよ。いやそれこそ詐欺じゃねえかよ。チャンネル登録お願いします。絶対見てくれ。本当の好き。